Hello, my precious friends. My name is Dr. Kaz Ka k i n o s t a す。今日は次のようなテー,マで、うん、テーマで学習を進めていきたいと思います。最初はちょっと面白いお話。宣、えー、教師のですね、名前と関係した面白いお話をします。次は、えー、和製英語ですね。日本人はアトラクションだけにはお金を払わないと。 いう話ですね、えー、今日の聖句はコロサイの三章二十三節そこから学んでいきたいと思いますそして次に発音のテーマとして、えー、おむすびと茶碗ライスボールとライスボールの違いのお話をしたいと思います最後は面白い話題として口は大きい方がいいのか 小さい方が良いのかというお話をしたいと思います。えー、ある宣教師、アメリカから来た方だと思いますけれども、日本語方に上手なんですけれども、えー、癖のようにですね、いう表現がありました。彼は。 何かあるたびに「変ですねそれは変ですよやはり変です」とか言うんですねであんまりそ,ういうことその表現を使うので私も気になってですねどんな人かし知りたくなって名前を聞いたんですね。Uh, may、I、have n って言ったらですね彼は「Oh my name is ヘンダーソンヘンデス」ってヘンダーソンっていう名字があるんですね。で その自分の名字を言っていた、まあ、これはジョークなんですけどね暇があるときに退屈して会話の内容がなくなっちゃったらですね皆さんもこのヘンリスンの先生のお話をしたらちょっと面白いかもしれませんね。えー、日本にはいわゆる和製英語がたくさん使われているわけですけどもある和製英語はそんなに変でもないですけどもある和製英語は 英語との意味がですね、だいぶずれてしまっているものもありますね。そんな中の一つを。お話したいんですけども。アトラクション、アトラクションですね。についてお話したいと思います。皆様は。何か。舞台劇とか、何かありましてですね。今日は。アトラクションだけだと言われたらですね。チケットを買って。見に行きますか。多分多くの日本人は。 今日はアトラクションだけですと言ったらですね、あなんかつまらないなということで、お金をわざ,わざわざお金払ってですね、チケットを買って見に行かないんじゃないかなと思います。なぜなら、日本でいうアトラクションはですね、余興という意味がありますね。だからメインの何かがあるんですけども、それに加えてちょっと余興的なものがある。 それをアトラクションって呼んでるみたいなんですけれども実際はアトラクションというのは余興という意味ではないんですよね英語のアトラクトという言葉から来てんですけども英語のアトラクトという言葉は引き寄せるとか魅惑するとかいう意味なんですね人々の心を引き寄せるものそれがアトラクトという動詞で ったたらそれれが名詞化された表現なんですねですから英語の「attraction」は人を引き寄せるものとか事柄すなわち目玉とななるものなんですねメインとなるものですから舞台,舞台の劇だとかいろんなものですね「attraction」っていったらそれそのものが一番メインになる人々を引き寄せるものという意味なので。 日本語で言っているアトラクションと意味が違うんですね例えば東京のアトラクションは何ですかまあ実際千葉に住所的にありますけれども千葉にある日本のアトラクションは何ですかと言われたら英語的な発想ではディズニーランドですねディズニーランドあれは多くの人々の心を引き寄せる場所なので本当の意味のアトラクションですね では大阪のアトラクションは何ですかと言われたら皆様は何て答えますかねおそらく東京のディズニーランドに対して大阪はユニバーサル・ストゥディオというのがありますねあそこにも非常に多くのお客さんが行っているみたいで非常に黒字を出しているみたいですけども大阪のアトラクションはユニバーサル・ストゥディオですねそのように 人々を引き寄せる魅力的なものそれがアトラクションなんですですから本当のアトラクションに,行く,には行くために人々はお金を惜しまないんですねで。ではえ日本語で言うアトラクションというのは英語で何て言うんでしょうかそのままアトラクションって言ったら日本語のアトラクションの意味と違っちゃいますね。英語で もし日本語のアトラクションを言いたい場合はサイドショー脇のショーですねですから付け足しのものですねサイドショーそれがいわゆる日本でいうアトラクションですでアトラクティブというのはまあ人々,人々を引き寄せるという動詞のですからアトラクティブとやりますと、まあ、形容詞ですね魅力的なという意味になります 例えば「she is an attractive lady」というと彼女は魅力的な女性ですという意味になります、えー、今日の聖書の箇所は「コロサイの3章の23節、えー、英語ではですね「whatever you do work at it with all your heart as working for the lord not for men」となってますね 日本語では何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から実行しなさいという聖句です。これは優しく思えるかもしれませんし難しく思えるかもしれませんね。でこの聖句もやはり背後にあるいくつかの文章をが ちちょょっっっととと変化しして合わさたた文章なんです、ね、ですすすねから、えー、その説明をちょっとしたいと思い思ます、えー、この「コロサイの3二23節の「whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men」の最初の部分ですね「whatever you do, work at it with all your heart」これには、えー、2つの文章が その背景に隠されています。一つは you do something you do something。あなたは何かをします。そして二つ目は always work at it with all your heart。いつも。心から実行しなさいという文章ですね。いつも心からそれを実行しなさいという。 この2つのつ文章がその背景にありますそしてそれが合わさって <laughs> この成果ができてるんですけども <coughs> 1つ目の「You do something」「あなたは何かをします」という文章がどのように変化して、ま、しするかと申しますとまず「something」「何か」をですね「whatever」「whatever」これは何で何でも」という意味になりますね「whatever」。 そして You do あなたがあなたはしますあなたが何をしても何をするにしてもという意味になります Whatever you do これはですね、えー、副詞になっちゃうんですね文章全体が副詞手に大葉がつく場合は名詞なんですけどねこれはあなたは何をするにもの後に手に大葉をつけるとおかしいですね何をするにも何々ですとか何々 しますとかそういうところに繋がる表現なのでこれ「福祉」って言うんですね。で「副詞は他の文章の副詞と入れ替えることができるって鉄則がありますね。で2つ目の文章「Always Work at It with All Your Heart」「いつも心からそれを実行しなさい」というこの文章の「Always」「いつも」っていうのもこれは副詞なんですね。いいつもっていうのは ね、いつも2とかいつも、まあ、つけられる場合もありますけどこの場合は動詞を説明してです、ね、いつも何々しなさいとですからこれは副詞なんですねそうしますと「whatever you do」と「always」は入れ替えが可能になりますねこれは副詞家の「10」って言いますけども「always」のところに「whatever you do」 といよげんつけることができます。そうしますと whatever you do, work at it with all your heart。あなたは何をするにしても、ここから、それを実行しなさいという文章が、ここで、成り立ちますね。そうしますと Always work at it with all your heart と、全く同じ文章の形になりますね。このようにして、 意外と複雑に見える文章も簡単に言うことができますね。でここで一つ <laughs> 意味的にちょっと注意しておきたいところがありますけども w o んか「at」という言葉がここに付いちゃってるんですけどね work」は何々する仕事をするとかいう意味ですね。で「at」なんとかという表現になりますとこれは 熱心に心を向けて何々をするということになりますね努力して精神,精神性を込めて何々をするという意味,意味になって働くという意味ではないんですね何々心を込めて実行する「work at it with all your heart」「work all your heart」も心を込めてっていう意味がありますから、まあ、ちょっと意味的には重複ちょっとしてますけどね えー、そういうい意味になりますで、えー、この後半の部分なんですけどねこの最初の後半の部分「Working for the Lord, not for men」という表現が出てきますね。これも、えー、2つの文章がその背後に隠されてるんですね。で一つは「You work for the Lord, not for men」。 あなたは主のために働きます。実行します。Not for men、人のためではなくという文章ですね。でもう一つは、えー、さっきもう作った文章ですけれども、Whatever you do, work at it with all your heart as a friend。この場合の as a friend、a friend、友達の,のようにということで。 A friend はもう友達名詞ですね、えー。この2つの背景となる文章が隠れ,隠れていましてこれをちょっと変化させると2つ合わさった文章を作ることができますね。で「You work for the Lord, not for men」をですね「You」を取って「Work」に「ING」つけちゃうんですね。「Working」。あと同じですね。 working for the Lord, not for men ってやりますとこの文章全体が名詞になってしまいますね名詞そうすると何々することっていう名詞になっちゃうんですね主、えー、のため主のため人のためではなく主のために働くことことっていうのは名詞なんですねことはとか ここことをとかことにとをかかかにって付けらられれますからこれは名詞なんですそうしますと先ほどのもう一つの背景の文章「Whatever you do, work at it with all your heart as a friend」「a friend, 友達」「友達」っていうのが名詞なんですね。そうするとこの名詞と名詞を入れ替えることができるという鉄則がありますからちょっと入れ替えますと。

そうしますとさっきの「whatever you do work at it with all your heart as a friend」と全く同じ文章の形なんですけどもねちょっと複雑に思える文章をここで言うことができます。えー、そしたらですねこの成句を使って応用文を作ってみたいと思います。 一つは応用文その1位 It こういう文章も入れたら便利ですね It make any difference, whatever you choose. えこの文章を作るためにはさっきのセークと同じプロセスで文章を作っていくことができます。 背景にある文章としては you choose, choose something. あなたは何かを選びますもう一つの背景の文章としては結 after all. After all 結局です、ね、結局何にも違いいはありませんこの二つの文章が背景にありますので 最初の文章をちょっと変化させて代入させますと応用文になりますね。「You choose something を」「something を」「whatever」「何かを」ですね「何か」「何でも」で「You choose」「あなたを選びます」「あなたが何を選んでも」っていう表現になりますね。whatever you choose you そうしますと これは、えー、副詞的表現ですね。手に葉をつけ、あなたが何を選んでもは、あなたは何も選んでもにとか、ちょっと不自然ですね。手に葉をつけると不自然ですか。これは副詞的表現です。でもう一つの文章、It doesn't make any difference after all, after all. after all とまあ結局っていうのも、えー、こ副詞なんですね。動詞を説明する,する、えー、表現ですけど、そうすると。 after all のところに whatever you choose という表現を入れ替えることができますね。そうすると、It doesn't make any difference whatever you choose。あなたが何を選んでも違いはほとんどありませんという文章が成り立ちます。これは It doesn't make any difference after all と全く同じ形ですね。えー、もう一つ あの応用文作ってみたいと思いますけれども、応用その2、Traveling alone is sometimes very dangerous。一人で旅行することは時々非常に危険です。まあ日本人の方,方でもですね、海外に旅行して一人で旅行して事件に巻き込まれて命を失っちゃうという時々ニュースなんかありますけれども、それを言った英語,英語の表現ですね。 traveling sometimes alone is sometimes very dangerous こういう英語の表現も背景に2つの文章があるんですね。それを合わせるとこの文章になるんですけども、1つは、She travels alone。彼女は一人で旅行をします。ですね。もう1つの背景としては、That sport is sometimes very dangerous. あのスポーツは時々非常に危険ですと。で最初の「She travels alone」をちょっと変化させてみますね。「travels」のところは「ing」をつけて「traveling alone」にしますね。そうしますと「she」を取っちゃうんですね彼女はと。「traveling alone」って言うと「一人で旅行すること」って意味になっちゃうんですね。 一人で旅行すること She travels alone という文章がこれで名詞的表現に変化してしまったということですね一人で旅行することをはとか一人で旅行することをにとかつながりますねで、えー、もう一個の文章の That sport is sometimes very dangerous あのスポーツは時々とても危険ですという That sport あのスポーツはもこれあの名詞なんですねそうしますと これ名詞下の1なんですけども入れ替えるが可能なので入れ替えちゃいますそうすると「traveling alone is sometimes very dangerous」というこの応用文2が完成しますねこれは that sport is sometimes very dangerous と全く同じ文章の構造になっていますこのようにして成功を利用していろいろと えー、応用文を発展させることができますねこう聖句のですね今この際の3の23今勉強してるわけですけどもこの聖句の中に出てくるちょっと発音ですねちょっとだけ、えー、注意してみたいところがありますので、えー、それをちょっとだけ学んでみたいんですけども「Whatever you choose work at it with all your hearts」。 As「Working for the Lord, not for men」とありますけれどもここで W の発音がですね3つぐらい出てくるんですね。Work と With とまた Working の WereW の発音が3回出てくるんですけれどもこの W の発音意外とですね、えー、曖昧に発音してしまう危険性がありますね。 日本語で、えー、W の発音がないんですね。皆さん気というわけでああいう英語とか五十音やっていきますと最後に「和」「おう」「ん」とかありますね。「和」あれ「和」っていうのはローマ字で書くと「W」A なんですね。W、A けれども実際に日本語の発音は「W」A の発音じゃないんですね。U、A にあがついた発音なんですそこに「W」がないんですね日本語ではだから「う」うと「あ」を続けては早く言うと「わ」になるんですよ「わ」「わ」ゆっくりと「う」「わ」「う」「あ」けど早く言うと「わ」「わ」これが日本語の「W」なんです実際は「W」の発音が存在してないんですねで英語の「W」は「う」じゃないんですね「う」じゃなくて「 唇を前の方に尖らかしてですね小さな穴を開けるような感じでできるだけ前にとがらかしてわって弾くときの音ですねこれが英語の W なんです。ですから働くはわわわじゃなくて were.Wor ね。わわじゃなくて work。それから何々と一緒にという WH I with, with, with って発音する人が多いんですけど、with でなくて with、with ですね。もう一つ同じ working もですね、working ではなく、working という発音になります。そのあたりをきっちりと発音していただきますと、英語がとてもきれいに聞こえるようになると思いますね。ついでながら、 ここに他の発音も出てきますので、えー、それをちょっと触れたいんですけども主主、えー Lord、ですね、Lord L o R D Lord、これ意外と <coughs>、えー、苦手とする日本人が多いんですけどねこの、ね「L」ですね最初に来るエルレは「L」は舌を上の歯の後ろにきちんとくっつけて,声を出してまず声を出すんですね。 きっちりくっ,つけからくっつけてから声出して「で声が出ているのを確認した後瞬間的に舌を離しますね「L」ラ「L」「LORD」「LORD」これでこの時ですね舌を離すタイミングが早すぎちゃいますとすなわち音が出ているのを確認しないうちに舌を離してしまいますと「L」の圧音が非常に弱くなってですね「L」に聞こえなくなっちゃいますね。ですから L を発音する時も極端にですねやるといいです最初は舌をくっつけて「うー」って声だけ出して「うー」「うの声を確認した後話す「う LORD」「う LORD」というふうにやりますとこの L の発音が非常に明確になるのでまあそのような発音の練習をしてみていただきたいと思います。 今度は、えー、またこっちら破損の問題なんですけども、えー、皆様は遠足に行くときに何を持ってきますか。茶碗も持っていく人いますかね。遠足行くとき茶碗。普通茶碗を持ってきませんね。おむすび持ってきますでしょ。おむすび。で茶碗持っていくってったらあのー、なんつうかなお米をキャンプ場に行ってお米をた 炊く時は茶を持ってきますけどもそうじゃない時ですねキャンプじゃない時いわゆる火を焚いて料理を作るんじゃなければあのもう作ったあのできたご飯ですねおむすびにして、まあ、持っていくっていうのは普通なんですけども、えー、ある時ですね、えー、外国人もあのよく来るグループでですね 今度はピクニックがあるからおむすびを持ってきてくださいっていう発表した人が発表といかみんなに連絡をした人がいますでその人は、えー、ちょっとだけですね発音間違っちゃったんですねおむすび、ね、というのはライスボール B-A-L-L ボールそれが玉ですねボールというのはた だからおむすびはこう玉のような感じしていますからそれでご飯の玉っていうんですねライスボールそれを持ってきてくださいと言ったつもりなんですけどもちょっとだけ発音間違ってですねライスお米の方は良かったんですけどもこのあとの方ですね「ボー」と言っちゃうんで「ライス・ボー」おむすびのつもりで「ライス・ボー」と言っちゃったんですね。 ライスボールってどういうふうな意味になっちゃうかと言いますと BOWL になっちゃうね、B。BOWL。W L、そうしますと、これはお椀とかそういう意味なんですね。ボールサラ。サラダボールとかありますね。サラダを入れるこうお椀あれもボールですね。で、ライスボールっていいますと、おむすびではなくて茶碗になってしまうんです。茶碗 それでかわいそうな外国人はですねピクニックにおむすびを持たずに茶碗を持ってきてしまったそういう出来事があったっていう話を、まあ、聞いたことがあります。でもう一度その復習しますとですねおむすびの方はライスボルこの「バー」の場合は「お」をですねもっと「あ」に近づけて。 口を縦に開けてあですねバールライスバールこれがおむすび茶碗の方はですねおからうに変化させるおからうライスボールライスボールそうしますと茶碗になるんですねでこれに似たような発音の違いがいくつかありましてですねその 一つは、船に,海に浮かべるボートですね。船と何々を買いました。前の過去形ですね。この発音が意外とごちゃごちゃになっちゃっている人がいるんですね。浮かべる船はボート、王から王に変換します。ボート、ボート、そして何々を買って。 「買った」は「bought」「お」のような感じだけども口を縦に大き,く大きく広げて「あ」と「お」の中間ぐらいですね途中で音を変化させないこれが「bought」「買った」っていう言葉ですねそれから、えー、今度は身につけるコートがありますね 身につけるコートあれは O から U に変化させる音ですねコート,コートそしてやはり動詞でキャッチ受け,受け止めるという何か捉えるとキャッチですねキャッチボールのキャッチの過去形コートという単語がありますけれどもこれはコートじゃなくて 口を縦に開けて「あ」のような「お」のような中間のような響きで音も変化させないで <ught> あと2つ3つの例を言いますと寒寒いい今日は寒いですあれを「お」から「おからう」に変化する発音で「cold」「cold」ですね「寒い」。そして「誰々を呼ぶ」という同時の過去形。 Called. Called. cold じゃないですね何々呼んだわコール d でこれはやはり口を縦に大きく開けて音を途中で変化させない音ですねああかーコール d あと2セットローンお金を借りる時ですねローンって言いますねローンを組むとかあれはおからうに変化させ l o ローンローン それに対して芝生芝生はローン音を変化させないですねああローンローン最後に、えー、この棒ですね柱とか電子柱みたいなものですねポールポールポールとか言っちゃうんですけどねポールこれは音を変化させますねおからうポールポーポポ それに対して人の名前精神も出てきますけれどもパウロパウロは英語でパールパールポールじゃないですねパール口を大きく縦に開くて「ああ」「パール」というのそういう発音を習得しますとさっき言ったようなおむすびとですね茶碗の言い間違いというものは ななくなりますね、えー、皆様誰かにですね「You have a big mouth」って言ったらどういうふうに感じますでしょうかね。big mouth, a big mouth mouth は大きな口ですね You have a big mouth」って言ったら口がこんな大きい人のことですかね。口もちょっと小さいタイプの人と大きいタイプの人いましてどちらが魅力的かよく分かりませんけども。 皆様はどう感じますかね You have a big mouth 英語でそういう,うに表現を使った場合ですねこの口のサイズを言ってないんですね大きな口をしてるから小さな口をしてるからその口のサイズのことは言ってなくて英語の本当の意味はあなたは言わなくてもよいことをペラペラ話すっていう意味なんですね。だから口が軽い あなたは口が軽いねと何も秘密にしたことができない全部言ってしまうとあるいは人に迷惑かか,か,かることもあると黙ってた方がいいそういうこともあるとなのにすぐに人に言ってしまうとそういう人に対して「you have a big mouth」big うんですね you have a big mouth. だからそういうふうに誰から言われたらあっとちょっと我に書いてですねあ自分はちょっと。 口が軽すぎたなというふうに思わないといけないんですねではペラペラ何でも話さない人のことはなんて言うんですかね y え u have a small mouth って言うんですかねそういうふうに言わないんですねビッグマウスの反対は small ですから small mouth って言ったらそうするとそういう意味にならなくなっちゃうんですねで反対の場合はちょっと違う表現使いますだから口が硬い あなたは口が固い。まあ、彼ででもいいですね。彼は口が硬い硬いというですねそれは「he is good at keeping a secret good at keeping a secret good at be good at」は何々するのが得意という意味なんですね「he is good at keeping a secret 秘密を保つこと」彼は秘密を保つことに得意ですという表現するのね そうするとえ彼は口が硬いですという意味になります。He keeping secret keeping secret is I good good at a am at a 主語はいろいろと入れ替えることができますね。ですから、えー、少なくともですね「You have a big mouth」言われないようにですね日々の生活を送ることができればいいと思います。では、えー、今日のセイクですね 聖句をもう一回、えー、発音を中心に練習してみたいと思いますね。「コロサイの三章の23節」。「Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men.」。言えますかもう一回私の後について言ってくださいね。 work at it with all your heart as working for the Lord, not for men。言えましたかここでもう一つだけですね、発音的に、えー、注意しておいた方がいいのは、heart、心ですね。思いと心。これは口を最初大きく開けて、はで舌を丸めて、er、heart ですね。 So, uh, with all your heart, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, isn't it? Well, then, please come and join us again next time, okay? Bye.